自分の中の思わぬ正義感と義経心に任せてこの世の理不尽を弾劾中だよ。俺にとっての理不尽はつまりお前で、この状況で。チャンネルはそのままでどうぞ。はい、時間稼ぎ終了。やっちまえパック。後世に残したい見事な無様さだったね。ご期待に応えようぞ。まだ自己紹介もしてなかったね、お嬢さん。僕の名前はパック。名前だけでも覚えて言ってね。やりおったか。そのフラグ立てんな、ジジイ。備えはしておくものね。精霊術の使い手を舐めないこと。戦い慣れしてるな、女の子なの。あら、女の子扱いされるなんて随分と久しぶりなのだけれど。僕から見れば大抵の相手は赤ん坊みたいなものだからね。それにしても不憫なくらい強いもんだね、君は。精霊に褒められるなんて恐れ多いことだわ。このまま消耗戦に持ち込めばなんとか勝てんじゃねえか。いや、精霊がいつまで権限できるかが勝負じゃ。そろそろ5時を回るか。あら、すっごく楽しみになってきたのに釣れないわ。モテるオスの辛いところだね。女の子の方が寝かせてくれないんだから。でもほら、夜更かしするとお肌に悪いから、そろそろ幕引きといこうか。無目的にばらまいていたわけじゃにゃいんだよ。してやられたってことかしら。おやすみ。死んじゃうかと思ったわ。